ますね。2021-22シーズンが終わりまして1ヶ月ほど経ちましたけどもね、ね、波岡さん改めて今シーズンいかがでした？はい、ですね、去年もちょうどこの時期、はい、僕は四字熟語で、はい、シーズンを例えまして、ほうほうほう、去年がですね、はい、因果応報と言った、因果応報、はいはい、あの大井さんの振り込みで勝俣さんが上に上がって勝俣さんが優勝しちゃった、はいはいはい、今年はですね、うん、4人麻雀、4人麻雀いやいや、これ急になんか違うんですこれはですね、はい、麻雀という競技は当然4人でやるんですよ、はい、それはもちろん分かってます、はい、ただ今回に関して、うん、桜ナイツが、うん、沢崎さん抜きで3人で、はい、ファイナルやったんですけど、ね、僕には4人で打ってるように見えたと、はい、なるほど、確かにそういう意味でね、ワンチーム、はい、という意味で麻雀とあの桜ナイツをかけて4人麻雀、あの自分が思ってるほどうまくいってないあれ、そう、四字熟語だから、因果応報みたいな、もうちょっとなんかあったような気がする、ね、焼肉定食みたいなのね、はい、さあそして新小島くんはどうですか？いや、新小島くんってどういうことですか？流行ってるよ、新ウルトラマンとか、あ、ウルトラマン全然突っ込めなかった、ごめんなさい分かりづらくてすみません、とんでもないです、新ゴジラとか、ね、ありましたけど、いやだから今回は、はい、あの3チームで、ね、最後まで競ってたりしたんで、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。そうですね、はい、次でまた動きがあるのかとか、はい、ね、タッキーが違うチーム入ったりあったじゃないですか、前回ありましたね、ね、衝撃的だったんで、ちょっとそういうのもね、はい、これからどうなるのかなとか、ちょっと BG のレベルがいつも高いから、はい、うるさくないですか、全然聞こえない、ね、コジが喋り始めたらちょっと上がりましたちょっと、ね、ね、はい、そうです、はい、楽しみです、はい、ね、これ、さあそしてひなぽん、はい、いかがですか？私はもうずっと1年目から応援してた桜ナイツが優勝してくれて、本当に感動です、ね、よかったね、ずっとね応援してたからね、嬉しいです、よかった ね、 ね、はい、あの桜ブレードもあの緑のやつ持って、はい、あの画面の前で振りました、あ、そうだ、はい、多分ね、画面の前に、ね、よかったです、いいですね、一体感がある応援で通じたんですね、それがね、はい、はい、さあそして営業帰りジャイ君どうですか、旭川から、はい、帰ってきたのかな、旭川から、はい、早坂営業、早坂営業です、はい、あの、うん、もうなんか僕のイメージですと、あの今シーズンは、うん、なんか不思議なシーズンだったなと思ってで、うん、なんかリーチとかが、うん、例えばテンパイとかがかかるとなんか枚数残り枚数言うじゃないですか、はいはいはい、あれがなんか少ない方ばかり上がったり役満が全然出なかったりとか、はい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 、なんかちょっと変な年だったなっていうイメージですね、そういうイメージね、はい、確率的にはね、そうじゃないだろうっていう方に来るとか、うん、ね、深い、はい、さあそしてアカリも今シーズン、いやもう毎日のように毎試合を観戦してて、うん、はい、だから今すごい寂しいですって、うん、周りの人たちでも M リーグ見てる人たちがすごい増えたんですよ、うん、で、あのファンの女の子とかも、うん、M リーグ最近見ててっていうのをトーク会とかでおしゃべりしたりとか、うん、そういうなんか本当男女問わず人気の競技になってるんだなっていうのをひしひしと感じてて、実感するのね、だから早く来季というか次始まってほしいです、はい、ね、次始まり、盛り上がりたい、またね、秋に始まりますけど、はい、その間まあいろいろねこの番組もやっていくんですが、はい、そんな中今日は一体何するんでしょう、はいはい、今日はですね、はい、M リーグアワードと題してさまざまな名シーンを取り上げて番組で勝手に表彰していこうと思っています、なるほど、はい、さあどんな部門があるんでしょうか、はい、今回表彰する部門はこちらの3部門です、はい、はい、ネット M リーグ新人大賞、はい、そして役満未遂大賞、それからハプニング大賞、なるほど、この3部門でございます、はい、まあね、新人とかハプニングはなんとなくそうですけど、役満未遂大賞っていうのは何ですかね、なんともね、変わった言葉の表現ですけど、はい、きっと見ればわかります、はい、ということで最初のアワードをご覧ください、熱湯 M リーグアワード、まずは新人大賞、5名の新たな M リーガーが生まれた今シーズン、どの選手も1年目から爪痕を残しM リーグを大いに盛り上げてくれました、そんな新 M リーガーの活躍を一気に紹介、まずは衝撃のデビュー戦勝利を決めたこの男、10月7日第1試合、緊張のデビュー戦に挑んだホンダ、トップ白鳥を2着で追いかけるホンダは難一局、
あこれも、まあ、文句なくリーチです。リーチ来ました。ホンダ親番で高め3色のリーチに行くと新加入のホンダだ。高め裏にチャンスでおる。裏のラナイが6戦オール決めてきた。見事な高めツモでトップを逆転。新人一番乗りの嬉しい初勝利となった。来年の麻雀は面白いんです続いては新セレブ誕生。大井も驚く6戦オール。10月18日の第2試合、一度泣きをスルーしたチュンを重ねた東条はドラシャンポンの強烈なテンパイを入れる。わー詰まった6戦オールだー。その鮮やかな手組みに解説の大井はこのシャンポン積もったのは東条。チュンスルーからこれ組める人、はい、いや地球上に何人いるんだろう。黒沢とこの人だけじゃないですか。いやこれは驚いたね。トッププロもうならせる見事な上がりを見せてくれた。続いて風林火山の新人コンビが見せた驚異の3連チャン。天衣無縫二階堂ルミが見せた3連チャン、それは10月25日の第1試合。あー出た、まあね、ここで飛んだ、まあ、しょうがないね。泣き仕掛けで跳ねマンを決めるとでもウピマルあるじゃん。次局には自ら積も上がりまたも跳ねマン。さらに次局ウーピン切ってのリーチ、これを捉える二階堂ルミ。これは一発裏裏1万8000。なんと3局連続で跳ねマンというド派手な3連チャンを見せてくれた。そんなルミをも超える驚愕の3連チャンを見せたのが松ヶ瀬。開幕から3連投となった10月8日の第1試合、これまでの鬱憤を晴らすかのように大物手を次々に決めると、めちゃめちゃ嬉しいですね見事に M リーグ初トップを獲得。すると10月12日にはオーラスの大逆転で2連勝となるトップ。そして3番だ、逆転の3連勝と毎回違うからね。10月14日には先輩大井との初対決を制し3連勝を達成。新人らしからぬ大暴れで今季の M リーグを大いに盛り上げてくれました。そして5人の新 M リーガーの中で最も輝きを放ったのが第1位105,500点、コナミ麻雀ファイトクラブ伊達有沙選手です。デビューイヤーにいきなり最高スコアを塗り替えたスーパールーキー。大記録が生まれたのは11月18日の第2試合。積もった。うーん、いい上がりだ。ナンバの親番で4戦オールを決めトップに立つと、そこから驚異の6連続上がりを達成。めったに見ない点数、108,500点。 M リーグ史上初の10万点超えトップを決めた伊達選手に熱闘 M リーグ新人大賞をお送りします。熱闘 M リーグアワード、続いては役満未遂大賞。嬉しくねえだろマジの花役満。そんな役満が成就したのは今シーズンたったの1回。あー何個決まった。しかしそれと相反するように役満テンパイはシーズン序盤から多発。そこで数ある役満テンパイの中から最も興奮する役満テンパイを見せた選手に役満未遂大賞を授与します。まずは33万分の1の奇跡に最も近づいたこのシーン。10月26日第1試合のオーラス一本場、親の萩原に舞い降りた奇跡のハイパイは、天本になっちゃう、天本になっちゃう、違った、ちょっと待って、天本はユーフォーもらえないんですよ、ちなみに多分、ちょっと待っておよそ33万分の1の確率と言われている役満、
天鵬に最も近づいた大興奮の瞬間でした。そして最も興奮した役満未遂はファイナルの舞台で訪れた。優勝争いが佳境となったファイナルシリーズの第9節、試合終盤の難3局、ここまでラスに沈む魚谷に起死回生の一手が入る。ちょっと待って待って、役満あるぞ。トントンなんなんペーペー。役満小数シーが見える絶好のハイパイから順調に泣きを入れる。するとついにダーティガー、M リーグではまだ一度も達成されていない役満小数シーを転敗。しかしいや、これはでファイトクラブ負けられない。勝つためにはいやー、積もったのは久里だ。一度も積も番が回ってくることなく、役満小数シーは幻となって消えた。ということで、ファイナルの大舞台で小数シー転敗を見せた魚谷選手に役満未遂大賞をお送りさせていただきます。これはちょっと納得ですね。はい、ね、小数詞なかなか見れないですからね。はい、ね、興味深くでいろいろありましたけど、波岡さんは印象に残ってるのは、魚谷選手、はい、ここには今出なかったですけども、はい、2曲連続で中連に狙いを変えていくって言って、僕が魚谷好きって言って告白した。はい、やっぱりね、中連に2回挑んで、はい、しかもね、片方は転敗、片方は上がるということを確かされた、うん、僕はあれが大賞ですね、僕の中で。はい、魚谷ですね。それぞれありますね。はい、小島君はどうでした？いや、天鵬やばいですね。ね、で、このコーナー役満未遂だから、はい、上がれないの分かってんのにすごい興奮しちゃうんですよ。なんかね、萩原さんだったらカーッてありそうだよね。起こしたせいと思っちゃうんですけど、未遂なんですもんね。未遂だからね。いや、興奮しましたね、でも、ね、天鵬は。何回見ても楽しい。はい、ひなぽんはどうですか？伊達さんが南三曲からのあの連チャンが本当にすごくて、ギャンペイコーとかもあの時最後のチーソーで上がられてたり、本当にかっこよかったです、ね、はい、伊達選手といえば、あの役満今の、ね、ランキングには入ってなかったんですけど、あのスーアンコウを崩して回避していくっていうところも、あのプレーの最初デビューされてまだちょっと間もない頃に確かあって、それもすごかったイメージ。かっこよかったです、本当、ね。ジャイはどうですか？もうこれちょっと来シーズンから役満未遂大賞を狙う選手が増えていく。いやいや、増えない。そんなのが増えない。上がりたいから。そうなんだ。未遂を目指すやつはいない。目指しはいないですね。はい、役満をね、狙っていって結果ですからね。いや、いっぱい見れますよ、ね。はい、CM の後はハプニング大賞を発表します。この番組はサイバーエージェントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。5月もゴーズバックトゥバックシーヤーアベマで毎日 MLB He struck out the side。 今月は日本人メジャーリーガーの活躍に注目。もちろん全試合日本語実況解説付き。さらにアベマプレミアムならさまざまな特集が見放題。アベマで毎日 MLB。 付き合ってほしい。俳優と女優がキスシーンを演じるうちに恋に発展、恋愛ドラマな恋がしたい。今回のテーマは現代版おとぎ話。純粋に可愛いなって思ったのと、王子さながら積極的な男子たち。単刀直入に言うと一番気になってるのね。そして新ルールを用意しています。まさかの新ルールで恋が加速する。ライバルが増えちゃう。すごい嫉妬したの。この恋の行方はアベマで配信中。ジェネレーションズ、己が勝利を求めた時代、約束された予想外の一世一代の自らを燃やし尽くすほどに負けられない思いがある。ウマ娘プリティダービー。悪夢だって心配いらねえよ。そろりとゆるりと行こうじゃねえか。シャドーバース新カードパック、エッジオブパラダイス天照の楽土新カード追加。
熱闘 M リーグアワード、続いてはハプニング大賞。長いシーズンがゆえ、驚きのプレーから珍プレーまであるのが M リーグ。そこで今季あったさまざまな事件の中から、特に事件性の高かったワンシーンにハプニング大賞を授与します。まずは敗戦直後に道を見失ってしまった村上。この日悔しいラストなりインタビューを受ける村上。そのインタビュー終了後、そうですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。続きまして帰る方向が分からなくなり、今日は死になる村上でした。続いてサイボーグ小林の珍しい誤作動。性格無比な麻雀サイボーグ小林豪。しかしおっと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 、リーチだ、高いぞ、危ない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 、びっくりしました。おー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 びっくりした、危ないよね、わーやられてる、危なかったね、危なかったね。ロボ小林、あわやの脳天リーチにヒヤヒヤさせられました。麻雀界最高の頭脳のぶつかり合いは衝撃の結末に。3月10日第2試合、あー来た、ヤンピー、ヤミテンだ、勝又が単葉ピンフの手をダマに構える。するとヤンピーすぐ出た、上がらない、上がらない、やってる、完全にやった、上がらない、あー来た、リーチだ、積もっていくぞ、うわー、上がり牌を見逃した勝又は自陣積もぎりリーチへ。うわこれ大丈夫か、使えそう使えそう、いい数値振り手、ケンジの毒牙に園田が捕まる、ヤンピンならそっくりだろう、ケンジのポイズ、完全にそのお前アクアドじゃないか、やってるな、やってる、俺になってこと、嫌な思い出、あんなことありますか、当たってくださいよ、もしくはもう最初からリーチしてくださいよと。超ハイレベルの頭脳戦に完敗の園田でした。ハプニング大賞発表の前に番外編。試合中、仲間の応援にも力が入る M リーグ。中でもひときわ賑やかなのが、渋谷アベマズ。松本が見事バイマンを上がると、バイマン、サバイマン、パク、どれ、来シーズンも各チームの楽屋応援から目が離せません。そしてハプニング大賞は魔王久人が見せたまさかの、久人の特徴といえばどんな時も揺るがないその打牌のスピード。しかし2月22日の第1試合、なんとか逃げ切りたい久人はオーラス村上のリーチを受け最後のツモ番。やばい、きつすぎるこれ、嘘、きつい、ちょっと待って、他にないですか、想像全然、久人選手にしてはもう珍しすぎる第1方向、はい、さらにいや、こんな第一方向久田選手はもう見られないですね、二度と、絶対ドリブンズの上を確保するなら6万切りがある。そしてついに、どれだ、すごい、2分3腕でした、3腕、ローワンじゃなくて3腕、128秒の長考の末無事に逃げ切り成功。魔王が見せたまさかの大長考をハプニング大賞にさせていただきます。あれなかなかないですよね、あそこまでね、いつもあんなに早いのに、ね、さあひなぽんはどれが印象的でした、
澤崎プロが、うん、勝敗されるの何回かこう M リーグで見させてもらってるんですけど、その時の表情がすごく素敵で、はい、こう天をこう仰がれて見られてるところが、うん、勝敗も魅力的だなって。勝敗が魅力的ってそんなこと言ってね。ちょっとチャーミングな感じもします。かわいいです。はい、さあ波岡さんは、いや勝俣さんのケンジのポイズンすげえ面白かったですね。そら出るよ、うん、ありゃないでしょみたいな、ね、やがれよじゃあ一個前でって思っちゃうっていう、うん、いやあれめちゃくちゃ笑いました。ねえ、あの日吉さんの実況もいいですよね。いや面白い。今日こうダイジェストでいろいろ見てると、うん、実況も相まって、うん、面白さが増してるところすごくあるので、うん、いいですねあれ ね。はい、小島どうです。やっぱ村淳さんのあの履けるとこが分かんなくなったやつ。はい、かわいいと思っちゃった。ね、あんなおじさんなのにかわいいと思っちゃって。ね、結構ありますもんね我々も。あれどっち履ければいいんだっけ。ネタ終わった後とかね。ね、あこっちだ、どっちがこっちが着るみたいなね。あるよね。いいですね。なんか人間味が見れて。そうですね。はい。ジャイ君はどうです。もうアベマズの楽屋はなんか、うん、徳島県あたりでアベマズファンが家に集まっているみたいな状態ですよ。ファンみたいな、ね、ファンみたいな、ファンがね。でもあんだけ味方にやっぱちょっと一喜一憂できるって、うん、いいチームだなって思いますね。そうですね。さすが毎回決勝行ってるだけのチーム、うん、いい雰囲気だよね。いい雰囲気、はい、はい、はい、いや私、ま、今回こう3つのアワードでやらせてもらったんですけど、うん、はい、個人的に見てみたいのが、うん、髪型でちょっとファッションショー的な感じで本当に今期、うん、新 M リーガーさんも含めて、うん、髪色だったり髪型をアレンジされて楽しませてくださる選手がすごく多かったので、ね、またちょっと髪型アワードちょっと やってもらえたら嬉しい。今まで白鳥選手がそれをすごい皆さんがね、今期本当に松ヶ瀬さんとかもね、東条選手もですし、ね、ルミ選手もなのでちょっと松ヶ瀬さんの途中のめちゃくちゃ怖い髪型ね、ありましたよね。怖っと編み込んでね、怖いのあったな、なんか違う戦いね、去年はアサビン選手がトキ、はい、トキの格好してでチョンボして二度とやらなかった。あったね。そんな歴史もありますね。さあ次も楽しみにしましょう、はい、CM の後はゲストの皆さんの印象に残ったシーンをお送りします。はいね、そろそろお時間ですけども波岡さん特に印象に残ったシーンありますか。年明けすぐの時に萩原選手が、うん、はい、あの選手入場のナレーションやってくれたんで、うん、ぜひ来季もやってほしいなと、うん、あれめちゃくちゃ面白かった。確かにかっこよかった、ね、かっこよかった、うん、はい、5時はいつの回か忘れたんですけど、はい、2人のやり取りしてる時に、うん、はい、あかりんが、うん、こって言いました、言いました。家で確認したんです、ね、言ってたんですよ。言ってたでしょ。あれはもう突然言い出したからびっくりしました。オープニングでね、言ったつもりなかったですけど私も聞こえました。あれはもう印象的です。あれは確かにね、びっくりしました。その話ですか。ね、はい、ひなぽんはどんなシーンが印象に残ってますか。やっぱりレギュラーシーズン最終日の澤崎プロと水原さんの、うん、ね、MVP 争いね、うん、かっこよかったですし、そうですね、はい、かっこよかったです、はい、はい、ね、はい、ジャイは印象に残ってるシーンは、もう本当にひなぽんに言おうと思ったこと全部言われちゃったんで全部言われちゃった澤崎選手の握手とか、なんならうんこも言おうとしてたんだ。このまたね、いろいろ対象ね、また楽しみにしたいですね。はい、ということで次回もお楽しみに。さよなら。この番組はサイバーエージェントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。